さあ始まりました聖美学園チャンネル、今日も楽しくやっていきましょうということですね。本日はですね、2024年版聖美学園高等学校 e スポーツ科について来ましたよ。もう e スポーツといえばこの方、野口先生でございます。 e スポーツ何年目？4年目ですね。もう野口先生と e スポーツ科立ち上げても4年経ちましたか。早いですね。初の卒業生も出ましてね、嬉しかったですね。本当に今はなんと150名を超える生徒たちに e スポーツの指導をしているということで、もうそれだけね、 e スポーツを通した今教育ってやっぱ絶対必要だと思うんですよね。僕たちはそこにねフォーカスして e スポーツと教育活動っていうのを行っていますので、その聖美学園のですね e スポーツ科についてね、バッチリ教えてもらいたいなと思いますし、ボリュームアップするらしいじゃないですか。しました、はい、新 e スポーツ科、はい、野口さんにいろいろ教えてもらいたいなと思いますので、ぜひ皆さん最後まで見ていただきたいなと思います。それではやっていきましょう。聖美学園チャンネル。まあ、実際にじゃあ e スポーツ科ってどんな学科ですか？ e スポーツ科は午前中はゲーム以外、午後はゲームをがっつりやっていくっていう学科です。なるほどですね。ゲーム以外っていうのは何ですか？あの通信制高校ならではの高校卒業資格に必要な勉強というか、おっしゃる通りです。学びあるんですね。はい、午前中は3、2年生が必ず教室に入って、うん、レポート学習。はい、レポートで自分のペースで学べる、聖美学園で言ったら個別化みたいな、あ、おっしゃるとおりです、形ですね、はい、じゃあこう分からないところは自分でこう分からないままにするんじゃなくて、こう先生がこう指導してくれるというか、そうです、教えてくれるわけですね、導いてくれるわけですね、はい、別に学習進めていくので、うん、分からなくなったら友達に聞いたり教え合ったりもできます。集団の授業が苦手な子たちでも e スポーツ科の学習にはこうついていきますね。はい、そうです、うん、やっぱりもともとバックボーンがちょっと不登校だった子たちもいるので、まあそうですよね、はい、うん、で中学校のやり直しから、うん、先生たちあの個別学習とはいえ、うん、私たちやっぱサポート校なので、うん、あの基礎のことから教え直すから全然やっていきます、うん、はいはいはい、みんなそこから始まるので全然安心してもらって大丈夫です、うん、そうですよね。勉強はもうすごくこう安心してもらいたいなと思います。ゲーム以外っていうところでこう勉強以外も何かあるんですか？あります、うん、主に PC スキル、動画編集、おデザイン、はい、プログラミング、はいはい、オフィススキル、ほう、なるほど、この4つをね学べるわけですね、はい、先生が実際にこう教えてくれるっていう形ですね、はい、高校卒業資格、まあ学校ですよね、学業と、まあ、PC スキル、そして e スポーツがこう学べる学科になってるってことですね。はい、盛りだくさんですね。じゃあ野口先生、次1日のスケジュールみたいなの教えてもらってもいいですか？はい、さっき個別化って言ったんですけど、うん、個別化と e スポーツ化で大きく違うのが、うん、e スポーツ化の生徒は朝から登校してもらいます。はい、なるほど、そうですよね、カリキュラムがありますからね、はい、うん、朝何時ですか？10時にはみんな登校してます。8時半とかではないんですね。あ、そうです。まあそこも整備学園と一緒ですね、はい、皆さん10時登校でございます。なので朝寝坊できます。はい、はい、その後は、うん、午前中3コマあって、うん、その3コマの中で、うん、今日はレポートをやる日だよ、はいはいはい、1コマ目はレポートだけど2コマ目、うん、3コマ目で動画編集をやる、はいはいはい、それが午前中、はい、何時頃終わるんですか？終わりは12時半、はいはいはい、でその後昼休みがあって、うん、1時半からゲーム授業に e スポーツの、はい、文武両道じゃないですけど、しっかりやるところはやって、はい、こう e スポーツに取り組める、はい、1時半から3時半まで、はい、ゲーム授業はがこう先生がついてやるような形ですね、はい、でそこから1時間なんか自主練みたいな形ですよね、はい、はい、で5時下校、俺が説明しちゃってるじゃん実際にこのカリキュラムでこうやってみてどうですか？こう生徒の成長の部分。いや、もうこれが本当に素晴らしくて、うん、1年生の時はやっぱ不安いっぱいはい、はい、なんですけど、もう3年生になる頃にはもう全然違う、もう大人になってます、ね、なるほど。あの冒頭で卒業式の話あったんですけど、うん、自分が1年目の時持った生徒が卒業した時には、うん、もう全然違う、もう生徒なのか大人なのか分からない確かに泣いちゃいましたね。お、好きなことをやっていく中でやっぱりできないことって出てくるんですよね。でなんかやりたいことをするためにはやれることを増やしていかないといけない、うん、っていうのを3年間でやっぱ経験してるからそういう風になっていくのかなっていう風に感じました。生徒がそういう風にしてくれる。あ、そうだよね、生徒が導いてくれたよな、はい、聖美学園では個別相談会を実施しています。ホームページから予約できますのでチェックしてください。聖美学園チャンネル。じゃあ続いて、はい、午後のもうみんな気になるねこの e スポーツのこう授業を教えてもらおうかなと思うんですけど、じゃあまず最初どんなゲームを教われるのかなっていうところを教えてもらってもいいですか？はい、聖美学園で取り扱っているゲームは主に4つあります、うん、はい、1つ目がバロラント、はい、で2つ目が APEX、 3つ目がフォートナイト、うん、4つ目がロル。おお、この4つですね、はい、もう世界的にも日本の中でも有名なこの4タイトルですね、はい、この4つのタイトルなんですけども、うん、2クラスに分けます。ほう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 、はい、
1つ目が、しっかり成績を残していきたい、うん、大会で勝ち上がりたい、うん、っていう項目の競技コース、うん、もう一つが初めてやるけどやっぱり人気のゲームだから触ってみたいなとか、うん、初心者だけどちょっと他の人に迷惑かけないかなっていうふうにちょっと不安な子向けに総合コースっていうのを作ってます、うんうん、ほうなるほど。これ聖美学園のこの e スポーツカルトどっちの方が今比率多いんですか？あ、今はやっぱり総合コースが多い、ね、なるほど、まあ、確かに競技コースってもう本当にやりきりたいとか常に悔しい思いしてる子供たちばっかりですよね、はい、でも実際ね去年はすごかったですよね。1個の大会で全国ベスト4にもなりました、はい、おめでとうございます。これすごいですよね。で彼らは競技コース、はい、なるほど、うん、結果が出てくるとねやっぱ嬉しいですよね。いやもうやっぱり生徒たちも喜んでるんですけどやっぱりその成長を見てる僕たちも自分ごとのように嬉しかったです。うん、そうですよね、はい、各タイトルね先生がつきますので初めての方でもねこう安心してそのゲームに取り組めるっていう部分は、まあ、競技コースはそんな形で、じゃあ総合コースは今日はバルラントやったけど明日は友達がエイペックス行くからエイペックスやろうかなっていうのも OK です。ほう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 、なるほど、じゃあこうすごく楽しみながらというか、はい、できるような形ですね、はい、ですしプラスアルファ今年からやろうとしてるので、うん、やっぱ総合コースの形ってやっぱりゲームをちょっとおつまみ食いする感じになるんですよ、うん、はいはい、なんで自分がやる楽しさっていうのは知ってるんで、あプラスアルファやってほしいなと思うのが、うん、じゃあ他の人がどうやって楽しめるかっていうイベント作成、ああイベント企画の方ですね、はい、まあ、そういった部分がやっぱ総合コースはねあるっていう形ですね、はい、はあ、だったらゲームやるだけプラスアルファの別の楽しさを、うん、身につけてほしいなと、おー、はい、なるほど、見つけてほしい、はいはいはい、でそれで聖美学園としては競技コースと総合コースに分けております、はい、聖美学園は転入生編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。聖美学園チャンネル。じゃあ次に大会とか、まあ、校内イベントっていうところのこの1年間のこう行事みたいなのをちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど。承知いたしました。はい、ステージゼロ。おお、ステージゼロですね。高校生の大会ですね。はい。はい、と、ナセフ。ナセフですね。はい、が、主な大きな大会。これはもう高校生向けの大会。だけの大会ですね。はい、あとは横須賀市主催の横須賀カップ。はい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 。とか、その地方大会みたいな。ああ、そうです。こう地方が主催している大会とかも、はい、こう積極的にね、はい、出れる環境を作っております。はい。で、聖美学園の e スポーツ科、e スポーツ科の競技コースの子たちは、ここに向けて日々練習をしている。なるほど、なるほど。なんですけど、総合コースの子たちも全然出ていない。はいはい、なるほど。やっぱりみんなで目標を持って練習をしていってほしいなっていう。なるほど。だからもうエントリーはね、総合コース、競技コース、両方できるっていう形ですね。はい。はい、だからそれがもうメインの大会に出場するっていう形なんですけど、このイベントってのはどんなやってるんですか？あ、そうなんですよ。内部でもイベントやってて、はいはい、夏の陣。はい、夏の陣。はい。っていうのと、春の陣、春の陣っていうのをやってます、うん、でどちらも生徒が企画運営するんですよね。素晴らしい。でこういう風なチーム分けだったら、うん、この生徒とこの生徒が話し合いできるんじゃないか。うわーすごい、はい、実力者があるから、うん、ゲームに集中できないんじゃないか、じゃあここはこういう風にしたらどうだろう、うん、こういうイベントのなんかサプライズしたいけど、うん、これって先生的に怒られるかな、でも相談してみようよっていうのもやってました。はあ、なるほど、すごいね。生徒たちって誰かの笑顔を見るのが好きっていう子たちがやっぱ多いので、うん、じゃあその笑顔を見るためにいろんな手段を増やしてみようねっていうのが e スポーツ側だと思う。素晴らしいね、はい、文書に残すっていうなんかタイピングとか、うん、そのワードとか必要になってくるじゃないですか、うん、ですしそのイベントを打ったらここなんかイラスト欲しいよね、うん、はいはい、その時に動画編集とかオフィススキルが生きてる、うん、あー、じゃあもう全部繋がってるんですね、はい、そのイベントをすることによって。うわ、はい、素晴らしいですね。ぜひそちらをねこう入学したら挑戦してもらいたいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあ最後にですねこう皆さんにお詫びしないといけないことがあるんですけど、聖美学園の e スポーツカーですね、聖美学園の全校舎にあるわけではございません。はい、じゃあ野口先生、はい、じゃあどの校舎にあるか教えてもらってもいいですか？はい、全部で7校舎あります。はい、7校舎です、はい、千葉県2校舎、はい、蘇我校と松戸校、はい、神奈川県、はい、茅ヶ崎校、はい、横須賀校、はい、北関東が3つあって、うん、はい、栃木県栃木校と宇都宮校と群馬県の前橋校の3つです。はい、この7つに、ありますので、もうぜひですね、お近くの校舎にですね見学行っていただいて、 e スポーツ科っていうのは実際ね、今日説明だけねさせてもらったんですけど、実際に体験もできますし、あと実際に学校の様子とかも見れますので、学校説明会、あと個別相談会随時、行っておりますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらから、お申し込みいただければなと思いますので、よろしくお願いします。聖美学園チャンネル。
はい、ということでですね、本日はですね、2024年度版聖美学園高等学校の e スポーツ科についてですね、野口先生にいろいろ解説していただきました。ありがとうございました。生徒たちもたくさん増えてきて、やれる施設もですね、たくさん増えてきて、このゲームっていうところで高校卒業資格が取れる、学校っていうところですね、だんだん認知されてきました。だからこそ、私たちはこの教育活動、そしてこの e スポーツ活動をですね、こう一致させるっていうことがすごく大事かなと思いますので、この e スポーツゲームっていうところでですね、教育活動の一環に入れて、子供たちをですね、こう社会に出て自分らしく活躍できる人生に導いていきたいなと思いますので、ぜひですね、皆さん見学に来ていただいて体験会、に参加していただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、本日の聖美学園チャンネルは以上になります。この動画が良かったらまずはグッドボタン、チャンネル登録をポチッと押してもらって、ベルのマークをポチッと押してください。そしてですね、聖美学園グループ各種 SNS もやっておりますので、そちらもチェックください。はい、ということで本日の動画は以上になります。また会いましょう。